今回で514回目となる西大寺会を、今年は3年ぶりに裸衆が境内を練り歩く地押しが一般公開され、およそ2万人を超える参加者と観客で祭りに熱気が戻りました。コロナ禍でそのできなかったことが今できるようになってすごい感動しています。そして午後10時、神儀の争奪戦は今年も見送られ、御福窓から投げ下ろされた神儀を今年の祝い主を務める2つの企業の代表が白い布で受け取る形となりました。